大谷エンゼルス球場での第1打席。エンゼルス、元所属大谷の昨年の MVP を祝うサプライズムービーが流れる。エンゼルスファンからも拍手が送られました。動画は1分ほど続く特大映像で、大谷も思わずにやり、こんなん泣くじゃろがい。泣ける、やっぱりエンゼルス大好き。大谷選手にとって、暖かな場所でよかったな。こういうシーンは、大谷選手の人となりが見て取れるし、誠実に生きてきた証やわほんと。敵地として訪れたエンゼルスタジアムでのドジャース大谷翔平の初打席で、エンゼルスの粋なサプライズ。MLB はこういう演出うまいし、なんだか感傷的になる。本来なら開幕した後に流す予定だったのかもだけど、大谷さんが落ち込んでいるこのタイミングで流してくれたんかな。素敵なチームだ。6年間、大谷自身が積み上げてきた信頼があったからこその演出やね。だから私はヌブが好きなんだよね。この感動的なシーンに、ピッチクロックという最悪のルールは意味をなさないからやめてほしいな。昨シーズンのムービーが流れてる途中、パッと画面が切り替わって青の大谷が映るのなんか切ないというか遺跡を改めて実感する。元のチームとも関係が良好ですごく微笑ましい。粋だね。渋い。こういう環境最高。昨日の会見の後でこれは泣けるわ。ありがとうエンゼルス。スポーツって本当いいよなーって感じるわ。大谷のドジャース人生には期待しかない。